こんにちは。生活保護について考えております速稼塾の久保です。やっぱりね、今の時代生活保護費って昔のままじゃいけないと思うんですよね。これ私ね、自分が当事者じゃないからこそ思うんですけども、月に10万とか15万で果たしてね、いいんだろうかと私思ってるんですよ。まあ、私の金遣いが荒いのが原因かもしれませんけども、ちょっとね、私毎月30万でもね、やっていけてないんですよね。それこそ健康で文化的な暮らしを送ってるなと感じるには、ある一定の社会的義務ですよね。要するに仕事をして、まあ、自分の好きな仕事じゃないにしてもね、なんか一定の義務感とか達成感があるものに関わることって、まあ、必要かなと思いますし、片っぽではね、やっぱり見通しの持てるような収入ってのもいるんではないかなと思うんですよ。じゃあね、この時代に40代の私がね、48歳ですけども、生活保護を受けたとして、毎月10万で健康で文化的な暮らしを送れるかって、私はちょっとできないですね。で、家族がいるとますますできないです。いや、30万でも私はね、やる自信がなくって、冷静に考えて45万ぐらいいるんですよ。45万が贅沢かって言われたら、果たしてそうなのかなと思います。まあ、例えばね、こう計算してみますよ。45万 ×12 じゃないですか。年収540万なんですよ。これ48歳で年収540万って高いですかね。まあ、そういうふうに考えると、やっぱりね、働いているお給料の方のその所得も変えていく時代なんじゃないかなと思うんですよ。みんなで年収が300万だからこれが標準なんだって思うんではなくって、やっぱりね、見るところを、例えば公務員さんの平均年収とかってなると考え変わってくると思いますし、私たちは納税してますけども、じゃあ税金で暮らしてらっしゃる方はどのぐらいのレベルでね、所得を得てるのかってことを考えたら、明らかに我々は生活保護の方も、一生懸命中小企業で働いてる方もね、それからその他の派遣の方もね、私たちはね、搾取されすぎてるんですよ。だって私たちは税金を払ってる方ですよ。で、払ってる方が貧しくなって、税金で暮らしてる方が豊かになるって、これちょっとおかしくないですかというところがありますね。はい、前提長くなりましたけども、あやさーちゃんがね、かなり細かく具体的に生活保護の内訳を書いてくれました。残念ながら他の方まだ生活保護の内訳とかね、出てないですね。まあ無理だっていう方もいますよね。無理な方はいいんですよ。生活保護の内訳ができる方、ちゃんとね、あの 100% ピタッと出なくてもいいんですよ。それは当たり前ですからね。ですから、自分の住んでるところとか自分の境遇ではこうですよ、でいいんですよってことを申し上げてるんで、それはね、100人いたら100通りの生活保護のそのボリュームってのあると思うんですよ。それはもう前提なんで、だからいろんなパターンを知りたいんですよね。いろんなパターンを知ることによって、じゃあ細かい制度設計に行くのか、ある程度ね、柔軟性のあるようなものにしていくのかってことがだんだん決まっていくと思うんですよ。だから私がね、動画放送パンと何日か前にしましたよ。で、その時からいろいろ積み上げていきましょうっていう前提で話してるのに、いや、こんなんダメだ、あんなんダメだとか言ってね、ダメダメ論ばっかりで、じゃあどうすればいいんですかとか、こんな形はどうですかって提案もないし、もともとね、私第一発目の放送でこれが完璧ですよって言ってるわけではないんですよ、ね、学び始めて2日目なんで分かんないことがあるから、あの修正はね、みんなでしていきましょうっていう風な平和的な提案なのに、あんまり攻撃をしないでくださいあの、なんかね、建設的にいきましょう、建設的にね。そうやってみんなで豊かになったらいいじゃないですか。で、私がね、すごくね、これはどうなのかなと思うのが、一生懸命働いていて、まあ、所得がね、20万とか25万と、こっちじゃ生活保護で30万になっちゃったら、バカバカしくって働くのやめて、みんな生活保護になっちゃうよって言うんですけども、いや、それはそれでもいいと思うんですよ。いや、果たしてね、生活保護で毎月30万もらって、それで健康で文化的な暮らし、何の不満もないですよっていう方は、それでいいじゃないですか。ただ私ね、月収が30万とかでも、ちょっとね、私はやっていけないんですよ。だから、生活保護30万が毎月入りますよって言っても、私は受給しないですね。それよりか、自分のビジネスを構築したりとかね、投資でしっかりと自分の欲しい所得に向かっていくと思いますし、やっぱり所得を上げていく中で、たくさんの学びとか出会いとかね、それから失敗から学ぶことっていろいろあると思うんで、私はそちらの方を貴重な財産として、なんかリスクを込みでね、背負っていきたいなと思うんですよ。だから考え方は様々なんですよ。だからね、本当に多いのが、30万もらえるようになったらみんな生活保護になって誰も働かなくなるってことがあるって言いますけども、一人たりともそうならないですかね。一人たりとも働く人がいなくなりますかね。いや、なんかね、そんなに変わんないと思いますよ、私はね。実際やってみないと分かんないし、やることはないでしょうから、永遠に分かんないという前提ですけどもね。
30万でもうこれで働かなくていいやって思う方そんなに多いのかな。そんなもんですかね。じゃあ一生懸命働いて何なんですかね、働くってことの意味、何なんでしょうかね。あやさちゃんね、その仕事のできる喜びってあると思うんですよね、所得が低くてもね。でその仕事を頑張ることによって収入が上がることが見込めればもっともっと頑張るし職場に感謝すると思うんですよ。今の問題は頑張って経験を積み重ねていてもいろんなね作業がたくさんできるようになっても収入が上がらないってことなんだと思うんですよ。もっと言ったら上がれば上がるほど税金が高くなっていって可処分所得が制限されてるってことだと思うんですよ。で私はそれ非常によく感じるんですけども、稼げば稼ぐほど税金が増えていって追いつかなくなってきますよ。俺は本当にね、納税額とか言ってたまげますよ。もう本当にね、その納税額で何人食わせるんだっていう話ですよね。だからね、必ずしもお金に余裕ができたからといって果たして仕事を辞めるかな。もちろんいやいややる仕事は辞めると思います。でも例えば私 YouTube こうやってますけども、これね収入が上がるからやってるわけじゃないんですよ。収入がなくたってやりますからね、これね、楽しいから。で楽しくってやっていると報酬が後からついてくるって形なんで、なおのこといいかなってことなんで、お金に向かってやるエネルギーっていうのはね、お金に向かうエネルギーって、まあいろんな捉え方ありますけども、私はね、そんなに強くないと思うんですよ。そうではなくて、自分の内側から出るエネルギーっていうね、曖昧な言い方になりますけども、そういうものに従っていく、その人の活動っていうのは、お金なんかじゃ測れないものがあると思うんですよね。まあこれもね、考え方様々なんで、私がこう思ってるから、みんなもそう思ってくださいっていうことではないですからね。私は誰一人意見を潰しません。でも何人かの方は誰かが言ったことを潰すのに一生懸命なんですよ。でそれだと話が進まないんで、ぜひこれからはね、生活保護を、どのぐらいの金額にしたら誰が受けても不満がないような形になるかなと。もちろん手放しに生活保護100万200万って話はできないですよ。でもどのぐらいだったら適当かなっていうことと、あとはね、できれば内訳、これを自分なりにね作っていただいたら非常に助かるなってことと、あともう一個はね、結局働いてる人よりも生活保護の金額っていうのが低ければいいんですかってことなんですよ。それでいいんでしょうかってことなんですよね。これはどうなんですかね。働いていてで月収がマイナス100万の経験の私から言わせてみればね、働いていて収入があろうが働いてなくて収入があろうが、あんまり人のことは気にならないんですけどね。ということでね、いろいろと申し上げましたけども、早朝なんでね、ちょっと口周りがおかしいですね、なんかね。はい、ということでございました。主にはあやさちゃんのメッセージになりましたけども、いかがでしょうか。それではまた動画の方お待ちしております。